それではですね、続きまして、清水アンナさんに登場していただきましょう。拍手でお迎えください。はい、ピアノはですね、引き続き川瀬清さんです。その拍手でお迎えください。よろしくお願いします。清水さんですね、これフルートを吹かれているということで、中学時代からフルートを吹かれているということで、本日の川瀬さんとピアノとのですね、それぞれ素晴らしい魅力を出していただけるようにお伝えしています。あの曲に関しましては、中島みゆきさんの糸ですね、まあ、前の川瀬さんはですよね、糸いいよね。もう一つがラブマッチ、ジョニーピアソン。ラブマッチ、ジョニーピアソン、ご存知の方。なるほど、今日覚えてください。それでは行ってきたみなさん、よろしくお願いします。拍手。
Thank you.